い、どうも皆さんお久しぶりです。うぷ主の高中です。今回は7分の22音楽の時間、気の抜けない最新情報で公開された情報をまとめていきたいと思います。今回もたくさんの情報が出てきましたからね、早速やっていきます。それでは一つ目、私がずっと待っていた、計算中イベントご褒美イベント。前回の七音内でのイベントも勝者の気の抜けたサイダーの単独イベントです。今回は気の抜けたサイダー、ことエイクということで、京都に行ってロケをするという内容になっていますね。そしてまずはカードの情報、三上と桜の情報が公開されました。いやーとてつもなく和服が似合ってる。そしてミュウのカードはないかと当時発表したのですが、衣装公開時に後編があるとの情報が出たので、ミュウは単独ピックアップということですね。それでは続いて楽曲情報、スイーツパレードと立ちつけとパワーが収録されます。スイーツパレードは犬ボクシークレットサービスのロロミアカルタというキャラのキャラクターソングで、TikTok でも使われたりする楽曲です。そして何よりも嬉しいのが立ちつけとパワー、7短いは横文字で湧き上げた神曲ですね。早くプレイしたいですね。それでは次の情報、七音はもう間もなくリリース1周年を迎えるということで、1周年直前スペシャルの生放送が5月23日に決定しましたね。今回の MC は天心向井さんではなく、シュシュの丸の内薫子役の吉岡真由さんで送られます。そして4月の下旬に七虹とシュシュのコラボイベントが開催されます。いやーこちらも楽しみ。それでは最後の情報、今回この情報が目玉と言っても過言じゃない、二人三脚プロジェクト七虹成長のための一大プロジェクト。内容としては11人のメンバーそれぞれに後輩がつき、それぞれが指導育成するこのになります。そしてこの後輩を決めるのが私たちユーザーになるというわけです。なんてこった、キャラクターがまた増えますね。おそらく後輩たちもガチャでカードとして出るはずなので、ガチャの排出率がまたエグいことになりますね。そしてなんとこの後輩候補が3周、そしてそれぞれにちゃんと声優さんもついているという超豪華仕様、19人も落とさなくちゃいけないというかなり残酷な登場となっております。4月中旬に続報が公開される予定なので楽しみに待ちましょう。いかがでしたでしょうか。1周年も間近に迫ってるためか、運営もより一層頑張ってますね。これからの七音が楽しみで仕方がねえです。それでは今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。